ガドルト地区は、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国領、ナゴルノカラバフジ地州に1930年から1991年まで存在した地区。ガドルトオシュフト市、面積は700平方キロメートル。1930年8月8日にディザーク地区として設置され、1939年9月17日にガドルト地区と解消された。 1991年のナゴルノカラバフ共和国成立に伴い、アルメニア人勢力はここをその行政区画、ハドルト地区としたが、一方のアゼルバイジャン最高会議は、同年11月26日の自治州解体に、伴いがドルト地区を廃止し、その領域をホジャベンド県に編入することを決定した。ナゴルノカラバフ戦争中は、ソ連軍とアゼルバイジャンオモンによる、 玄関作戦の対象となり荒廃したが、1993年に地区はアルメニア人の勢力下に入った。2020年の第2次、ナゴルノカラバフ戦争により、アゼルバイジャン軍に占領され、そのままアゼルバイジャン領に復帰した。地区の民族別人口は以下のように推移している。5 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 零零零、1939年、1959年、1970年、1979年、1977年の時点で、地区にはガドルト町と38の村、そしてそれらを管轄する一つの集落ソビエトと13の村、ソビエトが存在した。1939年には48の集落が存在したが、 1950年代から1980年代にかけてそのうち8カ所が破壊され、3カ所はアゼルバイジャン人居住区に統合されたとされる。ありがとうございます。